じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、ねえ、こういろいろとね、動いてるな、動きがね出てきてますけれども、この前さ、トライアウトを、動画にしたんだけどもさ、したね、でこう見ながら、なんかすごい選手が、受ける予定だったのが受けないとかね、まあいろいろあって、受けるかなと思ってたら受けないようになってたりとかね。そうだね。あれ、これは何か水面下であるのかなとか思ってたら、やっぱ動き出しましたよね。調査をしてるということでね、その調査通りなんかこう発表されていってるよね。ねえ、まあ今日は DeNA、 DeNA 来ましたね、はい、やっぱりピッチャーの補強ということで。まあそうだね、はい、前回というか前にね、別の動画でもあった森投手、森唯斗、はい、ソフトバンクからね戦力外になった森唯斗投手、あとオリックスを戦力外になった中川隼人投手、25歳ね、はい、で巨人の戦力外になった堀岡投手、25歳、はい、を獲得するということが分かったということで、堀岡投手は育成での契約になる見込みだということですけれども、ソフトバンクの森投手31歳、はい、からまあお話をしていきますか。まあ森はね、まあどこに行くんだろうっていう、まあ結構争奪戦になるかなっていうようなね、まあそんな感じがしたんだけども、なんか初めからね、トライアウトは受けないっていうような、まあもう最初からね、調査は入ってるんだよね。そうですよね。だから、受けなくてもどこかには所属できるかなっていう、まあそういう計算があってね、まあ最初から受けないっていうふうには言ってたんだけども、まあただそのなんていうのかな、まあ先発でやってたよね今年 ね、ソフトバンクではね、まあ先発でも、まあそこそこの投球を見せてたんだけども、まあスタミナという面では、やっぱこうずっと抑えとか中継ぎをやってただけにね、まあそんなに長いイニング持たないし、でも本人的にも中継ぎをやりたいんじゃないかな、抑えをやりたいんじゃないかなっていうね、そういうところなんですね。まあそういうところはあるよね、やっぱりね、やっぱ成功を取ったイメージとかはねすごく強いですけど、でタイプがあって、長いイニング集中できるピッチャーと、やっぱショートで爆発力をこう出したがる一点集中みたいな、まあそうそうそういうピッチャーもいるんだよね、だからそういう意味では森唯斗っていうのは、おそらく瞬間的に力を出したいタイプだと思うんだよね。なるほど。だからそういう意味ではその DeNA というのはね、その山脇がどうなるか、まあ森原もいるけども、あとはもう三島とか ね、活躍してほしい選手がたくさんいるんだけども、まあ、その中にその森の経験が入ると、まあ非常にいいのかなっていうようなね、DeNA の選手って結構優しい選手多いからね、だから森が優しくないっていうわけじゃないけども、結構修羅場を DeNA にいる選手たちよりはくぐってきてる、まあそういう経験があるよね。なるほど。だからそういったことをこう教えてもらえるとね、まあいいのかなというのと、やっぱ森もその競争だからね、入って自分のポジションがあるっていうピッチャーでは今はないからね、だから、まあ、そこら辺で競争して、まあ、こうどっかの一角をね勝ち取ってほしいし、まあ、勝ち取るだけのものは持ってるだろうなっていうような、そんな感じがするんだよね。今回、DeNA 投手陣がね、今永投手でバウアー投手もどうなるのか不透明、で石田投手も FA っていうことで ね、先発の1枚っていうふうにはあんまり、いや俺は考えないと思うよ、先発はね、ピッチャーいるんだよね、若手に。なるほどね、有望なのが使ってみたいという、でも後ろが不安定だと、せっかく勝ってるのに負けると勝ち星つかないとか、だから、そういうところで、まあそういうところで、やっぱこう森の気持ちの強さ、これを買ったような気がするよね。なるほど。だから他の投手陣にもいい影響がね、もう喧嘩投法みたいな感じのピッチャーだからさ、だからそういう意味ではすごく俺はね、そういうところで期待をしてるというね、いうことなんだよね。はい、でもう一人、オリックスのね、中川投手ね、はい、ちょっと変則で下手投げ、これ横浜出身なんだよね、まあ横浜っていうか神奈川ね、神奈川出身、だからね、高校の時からね、俺ね
ちょっとあの目をつけてたピッチャーなのかなっていうの気はするんだよね、桐光学園の時。あ、うんうん、でまあ桐光学園もその名門だしね、おそらくスカウトの目には止まってたと思うんだけども、ね、うん、まあ縁がなくね、うんうん、立教からオリックスに行ったけども、うんうん、まあだけどやっぱこの度ね戦力外を受けて、ね、いや一回試してみようかみたいな、まあ、チャンスはもらえると思うよこのピッチャーは。ねえ25歳ね、まだ。そうそう、それとね最近の傾向として、うん、変則が活躍する確率っていうのはすごく上がってるんだよね、うんうんうん、まあ、例えば DeNA で言えば平だとか、はい、ね、そういうピッチャーもいるし、船場様、はい、巨人で言えば、うんうんうん、で日本ハムでは鈴木健也とか、うんうん、ね、結構アンダースローで投げてるピッチャーって、まあ与座もそうかな、西武のね、うんうん、割とこう捕まりにくいというか、うん、まあ、小沢もそうだよね、ヤクルトの、うんうんうん、だからそういう意味ではすごく、まあ、中に入っても面白いし、うん、先発させても面白いのかなっていうような気がするんだよね。で我々の時っていうのは時代背景もあって、うん、山田久志さんっていう人がいてね、はい、まあ、結構いろんなチームにアンダースローっていたのわけよ。やっぱなんかこう世の中のトレンドみたいになっちゃったやつで、はいはい、うん、で変則は多かったんだけども、うん、だからその打ち方っていうのは勉強もしたし攻略をしていったんだけども、だけど最近ってさ、やっぱオーソドックスなピッチャーが増えてるだけに、うん、そういう変則を打つ練習っていうのが足りてないような気がするんだよね。ね、球の速い、ね、対応ができてもみたいなところですか。そうそうそう、うんうん、だからあの下から上に来るようなボールっていうのは、うん、今こうやって煽り打ちが多いから、だからね接点が少ない、ね、点しか合わないんだよね、うん、だからそういう意味では俺活躍する可能性っていうのはすごくあると思うんだよね。だからなんかね俺的にはすごいいい選手を取ったなと思うし、うん、あの活躍できるんじゃないかなっていうのは期待してる。またオリックスということで勉強を積んでるっていうことは、ね、うん、あのやっぱこう強力な投手陣の中で競り合いをしてたっていうことはね、うん、だから非常にいいなと思ってね、うん、だから森もそうでしょ、うん、森も常に優勝争いをしながら抑えをやっていて、うん、で中川っていうのもここ最近強くなって、うん、あれだけ優秀なピッチャーがいる中で競争してたっていうことになるとさ、うん、なんかすごく精神的に強いようなそういう選手たちを取ったのかなっていうような気はするんだよね、うん、だからいい補強だなと思ってね、うん、まあ堀岡は、うん、まあボールに力はあるけども、うん、そのやっぱまとまりだよね、そういったところがどうなるかという、ただそのやっぱこう力でいけるピッチャーだから、はい、まあ球も速くなったしね、うん、高校から高校の時と比べるとね、うんうん、だからそういう意味ではその育成で見て、まあ、支配下にというね、うんうん、まあ、戦力になってほしいなと思うけども、うん、ただ森と中川、うん、まあすごいいい補強になるかなっていうような気はするんだよね。ねえ、ねえ、うん、これね、あの中川投手と堀岡投手は神奈川出身で、うんうんうん、であの牧選手と同じ98年生まれっていうことでね、おそういう共通点とかもなんかちょっと、ね、まあまあいいね、いいのかもしれないですね、仲間がね、うん、いるし若いしね、まあキャプテンみたいな牧はね、うん、キャプテンシーがあるから、うん、だからその困ったことがあったら牧に、ね、牧とか言ってくれたら何とかしてくれそうなお父さんだから牧君のお父さん、ね、あ、そうそうそうね、やっぱ年がね同じっていうのはすごくね、やっぱ心強いもんだよね。そうそう、そういうもんですよね。あのね、梶谷がね、うん、巨人に移籍するときに FA でね、うん、坂本勇人と一緒で同期なんだよね、はいはい、でやっぱ勇人がいるからっていうすごく安心をして行ってたけど、いや本当ね、同期とか同級っていうのは変な絆ありますよね。いや、あるある、ね、それとやっぱり牧っていうのは DeNA の中心選手にしっかりなってるしね、うん、なんか日本の中心選手みたいな、まあまあそうだ ね、 だからそういう意味では、うん、その牧がいてくれるっていうのはすごく心強いと思うしね、ね、うん、うん、だから本当にこの3人の投手ね、うん、DeNA の力になってくれるとね、もう嬉しいし、やっぱね、なんと言ってもね、うん、その森なんかは本当にさっきも言ったようにソフトバンクでもう修羅場をくぐってきたピッチャーだしね、うん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 、優勝争いをしながら、うんうん、で中川っていうのはあれだけの優秀なね、ピッチャーの中で育ってるという、ね、だからそういう精神もね含めて
まあ、DNA に注入してほしいなっていうふうに思ってます。じゃあもうこの獲得は DNA にとってはもうとても良かったっていう、良かったと言えるように頑張ってほしいなというふうに思うね。そうですね。はい、期待してますよ。はい。はい。